巻き寿司用のグッズを見つけました。なんだかレトロでシンプル、使い方がいまいちよくわかっていません。説明書もないし、早速準備をしていきます。半分はブーちゃんの、残りは飼い主のおやつになります。卵焼きの海苔巻きを作ります。初めてだし上手にできるか心配です。ブーちゃんに監視をされながら順番に作っていきます。まずは下段にご飯を入れていきます。次に具材となる卵を入れていきます。測って焼いたつもりですがちょっと長かったみたいです。どんどんちぎってあげていきます。ご飯を入れすぎたせいか、どこに具材を詰めればいいかわからなくなっています。なんとなく均等に卵を並べていっています。もうブーちゃんはだいぶ卵を食べました。次にまた上からご飯をのっけていきます。今更ですがしゃもじを使わずスプーンでやったのが間違いだったと思います。いろいろベタベタくっついて大変でした。ブーちゃんが味見をしてくれています。押し寿司みたいに上からまた型を押さえつけていきます。どれぐらい押したらいいのかわからず結構ぎゅうぎゅうに押しています。それでは型から外していきます。綺麗に型から外れました。まん丸で可愛かったです。それでは糊を巻いていきます。糊を巻いてる反対側から凄まじい勢いでブーちゃんが食べています。ちょっと飼い主引いています。ブーちゃんの食べっぷりにちょっとドン引きしながら糊を巻いていきます。自分の分だけ食べれればとりあえず飼い主はいいです。ご飯がベタベタしてなかなかうまく海苔が巻けず、その間ずっとブーちゃんは食べています。飼い主の分はちゃんとガードします。あまり上手にできなかったので、またチャレンジします。